はい、どうも皆さんこんにちは、ミザです。本日はですね、 SR キャラクター評価泉の神意味いすいません、泉の神金貞についての、お話の方させていただこうかなと思います。よろしくお願いいたします。で、まあ、今回のですね、泉の神金貞、こちらの方かなり個人的には強力なんじゃないかなというふうに思っております。アビリティの方を見ていきましょう。まず奥義がですね、自分のダブルアタック確率アップで、一闇が非属性防御ダウン、非属性防御ダウンっていうのがですね、初心者にはかなりありがたいアビリティとなっておりまして、まあ、ちょっと非属性のキャラクターっていうのはですね、防御力を加減に入れるのって意外と難しいんですよ。非属性のキャラクターって僕ちょいちょい言ってるんですけれども、初心者の頃って防御力を加減に入れることっていうのが意外に難しくて、マギサの奥義、クラリスのニアビぐらいかな、他になんかこうすごいいい感じの防御低下っていうのがなくて、まあ初心者の頃にダークフェンサーを使った場合だったら防御力加減に行くのっていうのがすっごい難しくなってて、ですけれども、ちょっとこのキャラクターを入れればね、一浴びで非属性防御ダウンが入っていますので、非属性防御ダウンでですね、防御力を加減に入れることが簡単になっているっていうこともありまして、すごい使いやすいキャラクターだと思っております。非属性防御ダウンの量、多分これ 20% だと思う、ちょっとよくわかんない、多分 20% だと思うんですけれども、まあ、ミゼラブルミストと合わせれば加減にこそいかないものの、ちょっと EX アビリティが空くっていうことも、考えるとですね、かなり、キャラクターにというか、まあ、主人公の EX アビリティの枠にですね、すごい余裕ができるんですよね。まあ、なんで初心者の方だったら、ティアマトマグナの確定とかにすごい使いやすいアビリティになってるんじゃないかなと思います。そしてニアビはですね、自分の自己バフですね、攻撃アッププラス防御が、自分の防御が下がってしまうっていうデメリット持ちのアビリティなんですけれども、レベルが上がるとね、ダブルアタック確率アップ追加っていうこともあって、まあ奥義を使うと自分のダブルアタック確率とも追加して、使いやすくなっている火力上昇アビリティ、そして3アビが、自分が即座に奥義発動可能ということで、まあちょっと使ってみたいと思うんですけれども、まあ、このキャラクターはですね、本当に個人的にはすごい使いやすいキャラクターなんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、まあ今回はね、装備めちゃくちゃガチでいくんだけど、初心者の頃だっていうのは基本的にティアマトマグナを倒したいです、ティアマトマグナ倒したいです、どうしたいですかっていう時に、まあ、やっぱまず防御力を加減に行きたいよっていう場合、今回の場合だと防御力が、ミゼラブルミストの、まあ、ミゼラブルミストブラックヘイズの 25% と、アーマーブレイクの 20% で合計45%、防御力ダウンが 45% しかしてないんですけれども、まず1アビを使えば加減に行けることができる、非属性防御ダウンが、まずこれがメリットの一つで、まああとですね、まあ、初心者の頃だったら非属性、まあこのチャージ技ですよね、このオーバードライブゲージに対して、すごいオーバードライブゲージ、ここの部分のオーバードライブゲージをなんとかして削り取らなきゃいけないっていうような状況になるんですよ。どうしてもこう、ここのオーバードライブゲージをなんとかして消し飛ばす、ここのオーバードライブゲージがマックスの時にチャージ技を受けたら結構壊滅必至の技を受けてしまうんですね。まあ、なんでちょっと何かしらの対応策を準備しながらっていう感じになるんですけど、基本的に2回目は絶対受けれない、初心者の場合だったら。まあ1回目を受ける手段っていうのは大体みんな準備するんですけれども、2回目は受けられない、つまりオーバードライブゲージを1回チャージ技を受けたら何とかして消し飛ばさなきゃいけないっていうような状況になるんですよ。うん、でそういう状況の時にこちらの3アビですね、泉の神金貞の3アビの、奥義ダメージによってすごい火力がね、オーバードライブゲージ、このオーバードライブゲージをサクッと削ることができるっていうのはすごいメリットになってるんじゃないかなというふうに思います。まあ総評からいくと、その必須キャラクターというような感じではない、うん、必須キャラというような感じではないにしろ、こう痒いところに手が届く、うん、痒いところに手が届くキャラクターなんじゃないかなっていう風に個人的には思いました。ということでね、まあ、最後にじゃあ泉の神金貞がいるとこんなこともできるんだよっていうのを見せて終わりましょうか。芝120しかないけどいっか、よいしょ。まあ最終的になってくるとね、ちょっとこうティアマトマグナも割と簡単に落とせるようになりますよぐらいの感じのを見せたいんですけれどもちょっと待ってね。
よいしょ。殺すのはお手の物。こうやな。覚悟はできてんだろうな。この槍の力。まあ、こんな感じでね。まあその結構こういう時にその短期戦ですっごいダメージを出したいよっていうようなことが今まで多かったんだけど、この泉の神金貞の三阿弥はそれにすごい叶えてくれる、その要望をすごい叶えてくれるいいキャラクターなんじゃないかなっていうふうに思っております。ここでねすごい大ダメージを出したいなっていう時に大ダメージを出せるキャラクターっていうのが、まあ少なくとも僕は不足していましたので、こういうふうに使えるのはまあなんで使えるのはありがたいなと当然だろありがたいなと、まあ、いつか、まあ、こうなんかこう要所要所で使うことが、このキャラクター使うことがあるんじゃないかなというふうに思いました。皆さんの参考になれば幸いでございます。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。